アフリカ連合はアフリカ大陸に位置する55の加盟国からなる大陸連合である。AU は1999年9月9日にリビアのシルテで行われたシルテ宣言でアフリカ連合の設立を呼びかけて発表された。2001年5月26日にエチオピアのアディスアベバで設立され2002年7月9日に南アフリカのダーバンで発足した。 au の目的は、1963年5月25日に、アディス・アベバで32の加盟国政府によって、設立されたアフリカ統一機構の置き換えであり、Oau は2002年7月9日に解散した。アフリカ連合の最も重要な決定は、加盟国の首脳が年2回開催されるアフリカ連合総会で行われる。au の事務局であるアフリカ連合委員会は、 アディス・アベバに本部を置いている。英雄最大の都市はナイジェリアのラゴス。最大の都市集積地はエジプトのカイロである。アフリカ連合の人口は13億人を超え、面積は約2900万平方キロメートルで、サハラ砂漠やナイル川など、世界的に有名なランドマークも含まれている。主な公用語はアラビア語、英語、フランス語、スペイン語で、ポルトガル語と、 スワヒリ語も広まっているアフリカ連合内には平和安全保障理事会や全アフリカ議会などの公的機関がある。英語表記を略した AU は日本でも広くアフリカ連合の略称として用いられる。前身のアフリカ統一機構はであった。1963年に創設されたアフリカ統一機構はモロッコを除くアフリカ大陸の53カ国すべてが 加入する世界最大の地域統合であったが、統一機構という名とは裏腹に各国間の内政、不干渉を原則としており、各国で頻発する内戦やクーデターといった危機に対して有効な手段を取ることができておらず、機能不全に陥っていた。また、各国間の経済統合なども父として進んでいなかった。こうした状況に一石を投じたのが、1991年に、 締結されたアブジャ条約である。この条約では、アフリカ各国は2028年までに、大陸統一通貨、アフロを導入し、アフリカ経済共同体が採択され、各国の批准を待って2001年に発行した。2002年7月のダーバン首脳会議を経て、アフリカ連合は、正式に発足した。アフリカ連合は、アフリカの一層高度な政治的経済的統合の、 実現及び紛争の予防解決への取り組み強化のため発足した地域統合体である。アフリカ諸国と諸国民間の一層の統一性及び連帯性の強化、アフリカの政治的経済的社会的統合の加速化、アフリカの平和と域内紛争や独裁政治の根絶、安全保障及び安定の促進、民主主義原則と国民参加統治の促進、 持続可能な開発の促進、教育及び科学等での協力、グローバリゼーション時代におけるアフリカ諸国の国際的な地位向上等を目指している。また、欧州連合をモデルとした地域統合を目標に掲げており、将来的には統一した国家へ発展させ、アフリカ合衆国を作ることも視野に入れている。二0一年にはアフリカ開発のための新パートナーシップを採択し、 アフリカ大陸の開発のための指針を表明した。また、これに基づいて、各国が加盟国のガバナンスなどの状況を審査するアフリカン、ピアレビューメカニズムが創設され、2005年には、ガーナの2006年には、ルワンダの報告書が作成された。欧州連合モデルに統合を進めているため、政治機構にはいくつか類似する点もある。 全身であるアフリカ統一機構との大きな違いは、アフリカ統一機構が内政不干渉を原則として、戦争や人権侵害を防止できなかったことで、独裁者クラブと批判されてきたのに対して、相互監視のため、平和安全保障委員会を創設したところであり、それにより平和維持活動が可能になった。本部はエチオピアの首都アディスアベバに設置されている。エチオピアは、 紀元前1000年頃にはすでに国家が形成されていたとされ、エジプトと並ぶアフリカ最古の独立国家であり、ブラックアフリカの先導的立場から1963年以降、アフリカ統一機構の本部が置かれ、初代議長はエチオピア皇帝のハイレセラシーへ一世であり、最初の事務局長もエチオピア人のキフレ・ボダジョが選ばれた。アフリカ連合は国際連合から、 法人格を認められた機関である。国連総会をはじめ、国連のあらゆる会議では一国一票制が取られているが、アフリカ連合は、各加盟国が協調して一つの意見を発することで、大きな発言力を持っている。アフリカ連合の本部は、前身のアフリカ統一機構創設以来エチオピアの首都アディスアベバに置かれている。年月日、アディスアベバにて、 地上99.9メートル20階建ての新本部ビルが完成。アディスアベバで最も高いビルとなった。建設費は2006年の中国アフリカ協力フォーラムで建設支援を表明した中国政府の全額負担で、設計は道積大学と中国建築設計研究院が担当し、中国建築古墳有限講師が受け負って労働者は、 中国人とエチオピア人の半々で、ほとんどの建築材料は中国から運ばれた。落成式に出席した当時のエチオピア首相メレスゼナウィは、西洋と異なる中国モデルによるアフリカの復興の象徴と称え、本部前にはクワメ・エンクルマ像とハイレ・セラシエ一世像が建てられている。跡地となった旧アフリカ統一機構本部の隣の刑務所アレム・ベカ軍は、 かつてのエチオピア帝国時代やイタリア領東、アフリカ帝国時代、社会主義軍事政権時代の人権弾圧の象徴だったため、建設当時はエチオピア国内で物議を醸した。また、エチオピア政府やアフリカ連合は否定したものの、ファーウェイなど中国企業によって設置された本部の通信設備やコンピュータシステムを通じて、中国が諜報活動を行っているとする疑惑を、 フランスのルモンド氏に報じられて、波紋を呼んだこともある。本部に隣接する形で、アフリカとアラブ世界で最も裕福な資産家の一人で、ある、サウジアラビア系エチオピア人のモハメド・アル・アムディによって、アディス・アベバ発の七つ星ホテルで、アフリカ各国首脳の泊まる、アフリカ連合グランドホテルも建設された。アフリカのすべての独立国家が加盟。加盟国は、 発足時に53カ国に上り、この時点で、すでに世界最大の地域機関であったが、2011年7月9日に、南スーダンが独立して、即時加盟したことにより加盟国は54カ国に、達し、2017年1月31日に、モロッコが再加入したことにより加盟国は55カ国となった。加盟国の中で、西サハラの独立派武装組織、 ポリサリオ戦線が樹立した亡命政府サハラアラブ民主共和国は日本政府が国家承認していない地域である。ソマリアから一方的に独立を主張するソマリランドはアフリカ連合加盟国からも国家承認されておらず非加盟である。またアフリカ統一機構時代とは違い、クーデターなど正規の手続きによらない政権交代には厳しい態度を示し、 加盟国の資格停止を行うことが多い近年では2008年の1月31日から2月2日までアディスアベバで開かれた首脳会議の後会見で議長はチャドの反政府勢力による新政府が樹立しても加盟は承認しないという考えを示した2009年1月のマダガスカルクーデターによって成立したアンドリー・ラジョエリナ政権を認めず 加盟資格を停止した。また、2012年3月に発生した、マリ軍事クーデターにおいてもマリー共和国の加盟資格を停止し、同年4月のギニアビサウクーデターにおいても、同様の措置を取った。一方で2011年のリビア内戦においては、リビアの事実上の指導者であったカダフィ大佐がアフリカ連合の有力者であり、また、石油の富を背景に加盟各国の援助を、 積極的に行っていたことや欧米に対する強硬な姿勢などから旧政府支持の国家も多く連合としてどちらかの政権を支援するということはなかった。北大西洋条約機構軍の空爆に対しては反対の立場を明確にしカダフィ政権とリビア国民評議会との調停に立ったが失敗に終わった。2012年8月22日に反政府軍が 首都トリポリを制圧した後もアフリカ連合は新政府を承認せず、結局承認は国際連合が9月16日に承認した後の9月20日となった。2019年4月にスーダンで発生した軍事クーデターでは、軍部とデモ隊の衝突が発生したことを機に2019年9月6日に民政移管されるまで資格停止処分とされた。 アフリカ連合の地域北部南部東部西部中部、モロッコはアフリカ連合の前身アフリカ統一機構に西サハラが加入したことに反対して1984年11月に OAU を脱退した後、2002年の AU 発足時にもアフリカ唯一の非参加国となった。モロッコは西サハラに対する領有権の主張は変えていないものの、2016年7月17日、 国王ムハンマド6世が AU への復帰を表明。9月には加盟申請を行ったことを明らかにした。2017年1月31日、エチオピアの首都アディスアベバで開かれた首脳会議で、モロッコの再加入が承認された。AU の将来的な目標は、自由貿易圏、関税同盟、単一市場、中央銀行、共通通貨を創設し、 経済通貨同盟を確立することである。現在の計画では、2023年までに単一通貨を持つアフリカ経済共同体を設立することになっている。英雄加盟国の面積、人口、経済生産口、所得格差などの各種データのほか人間開発、国家の存続可能性、腐敗の認識、経済的自由、平和の状態、報道の自由、 民主主義の水準などの各種指標を示している。アフリカ大気軍制度の5地域アフリカ連合では、紛争の勃発した各国における調停を積極的に行っているほか、アフリカ統一機構時代の反省から加盟国への軍事介入が可能となっている。これに基づいて、まずアンポリ決議1564を根拠として、民族紛争の続いている。 スーダン西部のダルフールに2004年にアフリカ連合ダルフール派遣団が派遣された。2007年1月30日に閉幕したアフリカ連合首脳会議においてはソマリアへの国際平和維持部隊派遣が可決され、ソマリア中流アフリカ連合平和維持部隊が派遣された。2007年7月31日には国際連合安全保障理事会決議1769 が可決され、派遣団は国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団へと引き継がれた。これは国連と地域機構が共同で行う初の平和維持活動であった。国連平和維持軍は水色のヘルメットとベレー帽なのに対してアフリカ連合の平和維持部隊は特徴的な緑色のヘルメットとベレー帽で親しまれている。2008年3月25日には コモロ政府の支配下から離れ独自の政府を立てていたアンジュアン島のバカル大統領に対しコモロ連合軍とアフリカ連合軍が共同で軍を派遣してバカル政権を打倒したこの他にも政権が崩壊し極度の政情不安が続いている中央アフリカにも中央アフリカ支援国際ミッションとしてフランスと共同で軍を派兵しているまた西アフリカで勢力を拡大している母国 ハラミに対抗するため、2015年1月30日には、アフリカ連合は、周辺のカメルーン、チャド、ニジェール、ナイジェリア、ベナンの5カ国による7500人の舞台結成を提唱した。アフリカ合衆国の構想は、アフリカ諸国連合の創設者でもあるガーナの、初代大統領クワメエンクルマが、初めて提案し、現在でも議論されている。 このアフリカ連合の発足は、その構想へ向けた動きでもあり、現在のアフリカ連合本部前には、金色の円車の像が配置されている。アフリカ連合は、統一に向けた3段階を示している。一つ目は、統一政府が特に責任を負うことになる分野及び、資金調達の方法を決め、市民に対して宣伝する。二つ目は、憲法の起草とアフリカ中央銀行の設立。 そして、三つ目は、憲法の採択及び、アフリカ政府の選挙を行う、というものである。しかし、2015年までにとされており、2015年という期限は短すぎるのではないかという意見や、各国試験を奪われることになる、市民参加の機会が十分与えられていないといった批判があり、話が先へ進んでいない。2007年の第9回首脳会議でも、 アフリカ合衆国の建設に関しても議論された。そこで、リビアのムアンマルアル・カッザーフィー大佐は、統一国家の早期建設を主張した。カッザーフィー大佐は、長年精力的に、アフリカ統一国家創設へ向けた提言をしていた、人物である。しかし、ナイジェリアのヤラズア大統領が、アフリカ合衆国建設の話より先に、国内の問題を、 優先的に解決すべきだと主張したほか、多数の国が消極的な意見を述べた。アフリカ諸国には国内に部族間の紛争や内乱、飢餓など問題を多く抱えている国が多数あり、アフリカ合衆国の話は個々の問題が片付いた後に検討すべきだというのが大方の見方である。もし統一国家が成立すれば、面積はロシアより大きく世界第一位。 人口は中華人民共和国とインドに次ぐ第3位という超巨大国家となる。アフリカ統一機構が1963年5月25日に発足したことを記念して加盟国の中には5月25日か5月中の1日をアフリカの日として国民の休日に定めている国がある。2013年5月25日には 全身のアフリカ統一機構創設から50周年を迎えることとなり、加盟各国の首脳がアディスアベバの本部に集まって盛大な記念式典が挙行された。ありがとうございます。